すごい続々と来てる。今何台来た ?8 台ぐらい、うん、すごい。あ、そうだね、練馬ナンバーだから仲間か。早くつながるといいですね。木が浮いてると思ったら電線乗っかってるんだよ。あー、こっちも木があれだね、倒れちゃって。あー、タンクが、あー、タンクが倒れとる。おはようございます。おはようございます。3日目だね。昨日が2日目だから3日目ですね、今日。そうだね。今日はちょっと東京に戻りながら、もう物資が底をつけちゃったので一度東京に戻ろうと思ったんですけど、まだガソリンが少しあるからギリギリまで発電機で、うん、発電でなんとか電気供給できるだけ思います。で、やっぱり今日も全然報道に上がってなくて、ツイッターとかでも情報が上がってない地域、ちょっとね、昨日遅いけど千葉の地図を広げて、ここが何市で、あ、こういう地名なんだっていうのをなんとなくね、うん、大きいところは分かるんだけど、うん、ほんとちっちゃい名前町だよね多分、うん、になってくるとちょっとさすがに、うん、本当に有名な観光地しか知らないもんだから、ああここなのかっていう、特に取り残されちゃってる的な感じのところが余計ね、うん、知らないから。今ちなみにそう、うん、やっぱあのこの7時ちょい回ったぐらいでも、なんだ、関係工事車両も稼働してますね。とりあえず行ってきます、うん、はい。あ、看板が通れてる。土日でこっちの方なんかお祭りが予定されてたそうなんですけど、うん、看板出てたね、うん、ちょっとこの状態じゃお祭りできないねっていう感じで、また来年だねなんてね話も。あ、でもあの気持ちがもう来年に向いてるのはちょっと安心した。もうほら復旧の目処が立ってすぐに生活戻るから来年はできるからみたいな、そういう明るい気持ちがね、うん、昨日いた天津はどうしても、うん、合併をしてね、ちょっと後回しにされやすいような感じになっちゃったって言ってたかな。あ、なんか言ってたね、うん、あのどこ市とは言わないけども、なんかもう救援物資応援品の受け入れをしませんって、もうたくさんですって発表したところがあるらしいんだけど、市内はねそうかもしんないよ、市役所があったりちょっと町として開けてるところはそうかもしれないけど、同じ市内でもやっぱ孤立しちゃってるエリアがあるんですよ。でその市の方で足がないお年寄りのところとかに町の車使って物資を運んでくれるんだったらいいんだけども、どこで何時から供給してますって町の車はね確かに放送して走ってるんですよ。そこまでがいけないから、来るならちょっとでいいから持ってきて何往復かしてっていう思っちゃったのが本音。そうね、広報する足があるんだったら広報しながら、うん、ついでに下ろしてってよって思ったね。なんか民生委員の人と一緒に乗って、うん、こう少しでも運んで、まあ難しいのかなっていうのはできるといいのかなって、まあ、素人ながら思ってしまうところはあったね。はい、内陸に入ってきたけど、この道路入った瞬間にあれだね、看板が根元から大きも倒れてた。あ、本当、うん、ちょっと被害がね。信号がついてるな。信号はついてるから停電は平気そうだね。うん、あ、ちょっと壁がないね。信号ついてない。おー、あー、壁ないね、半分このお家ね。ちょっと反対側だから見えないね。
だよね多分この辺の地元スーパーさんだよね。そうだね、何回か聞いたよね昨日お母ちゃんたちにも、あのテレビとかにも出てたね。違うんだろうけど、配線電線系統がね、うん、あとゴミがね、燃えるゴミが結構出てたんですけど、昨日も今日も出てるんですけど、何かっていうと停電してて冷蔵庫が使えないから食材がダメになっちゃってもう捨てるしかないっていう話も聞きましたね。うん、ここのおでんさんはついてる。ここはここですね。ちっちゃすぎて分かんないけど、なんとなく場所が分かんない。そんなことなかったね。あの屋根が飛んじゃってる。ブルーシートが。ああ。でもブルーシートかけ始めてるところで。うん、ブルーシートがちゃんと。ああ、こっちもだね。たま個人宅だから後でカットしちゃうかもしれないけど、こんな感じでブルーシート。あるとことないとことありますね。交差点なんだけどな、消えてるな。うん、今の今まで明かりついてたけども、うん、ここは電気ないね、来てないね。あ、でもなんか今あのあれだ、発電機で信号、ちょうどあれだ、発電機が切れちゃってっていうタイミングだ。うん、警察の方が発電機に給油してましたね。今この辺は NTT の電波がありますね。さっきあの携帯でガラケーで電話してるお母ちゃんもいましたね。やっぱね、安否確認が取れないっていうのが本当、その場にいないものはとても心配してしまうからね。こちらのエリアは昨日の15時以降電気は通ってるそうなんですけども、まあ、電波はないっていうことでちょっと電話連絡はできないかもしれません。この地域ですね。ちょっと今撮れてなかったけど、この先は34号も88号も多分倒木だね。木が倒れてるか電柱倒れてるかで通行止めのエリアになってますね。とりあえず行けるところまで行ってきます。うん、